本当に強情なんだから黙っていてもいいことないのに。あなたたちの能力を超える力、あれは私たちが必要な力だから、いろいろと知りたいのよね。あなたたちの目的は万身退治なんでしょ。私たちが代わりにやってやるって言ってんだから、おとなしく言うこと聞けばいいのよ。この場で死ぬか、耐え難い恥ずかしめを受けて苦しんで死ぬか、どちらがいいかしらね。暁の決命名手ミンフィリア、超える力を持つあなたの体、ゆっくり調べさせてもらうわ。おい、こいつらをキャンプに連れて行け。カストルム・メリディアヌムの研究室へ送る。
金髪の女以外は殺しても構わん。チェー、何？ヤシトラ！待たせたわね、ミンフィリア。パパリモ、ミンフィリア！イダ！遅いぞ、イダ！よかった、無事で。よし、やっちゃるか。しかし、この数が相手では。バカ野郎、あれ置いて逃げ出してきたのか。そんなこと言ったって、取り憑かれたら勝てるわけないっす。